リアはここ広島市民球場から広島対ライトゲームの模様を実況担当川崎直樹でお届けいたします。カープの先発は長谷川、対するジャイアンツの先発は北野となっています。さあ間もなくプレーボールになります。さあ注目の立ち上がりジャイアンツの攻撃、トップバッターは高橋、まっすぐ決まったストライク、ワンナッシング、真ん中低め変化球ストライク、バッター追い込まれました。投球3球目インコース詰まった、内角低め打ちました、ボールを取ったファーストへ一塁アウト、ワンアウト、バッターは2番谷、第1球を投げた、初球打ちました、ファウルボール。さあ2球目、これはバットの根元掴んでツーアウトになります。バッターは3番小笠原、第1球を投げた、変化球ストライクインローへ、初球まずは入れてきました、カーブによってストライク、バッター追い込まれました、ストレートを空振り三振。長谷川今日は上々の立ち上がりです。ジャイアンツ無得点で終了です。これからカープの攻撃に入ります。先頭バッターは東出、空振り、タイミングが合いません、インローへスローボールを使ってきました。さあ次の投球です、空振り、さあ追い込まれました、追い込んでから投げました、外角高め打った、ライト前のヒットになります。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。第1球を投げました、スローボールによってストライク、打った流し打ち、切れていきます、ファウル、追い込んで第3球を投げました、打ち上げた、ゴンザレスゆっくりと構えた、掴みました、ワンアウトです。これワンアウト、ランナーは1塁変わりません。バッターは3番栗原、ヒット相手がヒットになった、ボールは中継、さあこれでワンアウトランナーは1塁2塁、第1球を投げた、アウトサイド空振り、これは完全に振り遅れ、第2球を投げた、豪快に引っ張った、ヒット、東出3塁も回った、レフトからサードへ、2塁ランナーホームカープ、まずは1点先制、小笠原今タッチアウト、新井レフト線へのタイムヒット。バッターは5番前田、ハースバントだ、一塁送球一塁アウト、1回の裏が終わって1対0カープ先制点を挙げています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは4番イースインヨック、遠藤打ったショート取ってバッター1塁アウト、ワンアウト、バッターは5番新岡、第1球を投げた、アウトローチョキストイク、まずは初球決めてきました。さあ2球目空振り、思い切って振った、長谷川追い込んでいます、決め、空振り三振、バッターは6番阿部、第1球を投げました、速球決まってストライク、胸元をつきました、第2球を投げました、ストレートはストライク、アウトローへ、あっとすっ抜けた、外角高め外れて、ツレンドは打ちました、あっと詰まった、この打球は取れるか、取れるか、ヒット、セカンドへ送る、長谷川打球をセンターへ運ばれました、投げました、カーブによってストライク、第2球を投げました、ストレート決まってツーマッシング、バッター追い込まれました、打ちました、これはセカンドアウト、これでスリーアウト、2回の表が終わって1対0カーブ1点リードは変わりません。これからの攻撃に入ります。この回のトップバッターはソヨキ、第1球を投げた、打ちました、ライト前ヒット、ボールは中継、カーブ先頭バッター出塁です、一塁牽制球を振ります、セーフ、第1球を投げた、スローボール決まってストライク、第2球を投げた、直球ストライク、まっすぐできました、ツーナッシング、第3球を投げた、ストライク、三振、3球三振、ズバッと決まりました、さあ初球ギリッとバッターに、第2球を投げた、まっすぐ決まったストライク、バッター追い込まれました、第3球を投げた、空振り三振、全く当たりません、バッターはピッチャー長谷川、投げました、あっとスパッとだ、
長谷川内野安打。ダルトップに帰って東出、第1球を投げました。おっとバントしました。記録は内野安打。タイムが来ました。相場久保満塁の場面での5番です。バッターは2番アレックス。第1球を投げました。真ん中直球決まってストライク。投げました。真っ直ぐ。さあ追い込まれました。投球3球目。2回が終わって1対0カープ無得点で終了です。これからジャイアンツの攻撃に入ります。先頭バッターは8番コリンズ。ジャイアンツここで一つ形を作りたい。投げました。アウトコースの変化球ストライク。ワインドアンカー投げた。インコースの変化球ストライク。第4球を投げた。直球試させ。ここでタイミングピンチヒッターは矢野。直球決まってストライク。ワンナシンシュート決まってストライク。第3球を投げた。フォーク完成し、さあよりあと1人。第1球を投げた。引っ張った。ファウル。第2球を投げた。カーブ決まったストライク。あと1球投げました。低い球打ちました。掴んだ。1塁へ1塁アウト。最後のシーンのリプレイをご覧ください。ゲームセット。カープ、カラコも逃げ切りました。